科学生命科学科の山口です。今日は科学生命科学科の紹介をしたいと思います。科学とは物質の性質や構造、化学反応などを研究する学問で、これまでに医薬品、合成繊維、プラスチックなど人間生活を豊かにするための物質を開発し、世の中に大きく貢献してきました。これからの科学は原子、分子レベルで物質の性質を明らかにし、さらに環境を考慮し、ものづくりに役立つ高度な技術を開発していくと、そういうような学問になります。科学はサイエンスのいろいろな分野、生命科学、創薬科学、環境科学、ナノテクノロジーなどと大きく関わってきており、セントラルサイエンス、サイエンスの中心的な学問分野となっています。本学科ではここに示した最先端の科学技術を支える原点として、物質とエネルギーの基本法則の解明、分子レベルでの科学生命現象の解明を目指す新しい分子の科学、工学系、生命系、薬学、自然科学系の他の分野の連携の基礎としてのセントラルサイエンス、このような3つの柱を基礎として、創造性豊かな卓越した人材の育成を目指しています。先ほど話したように、科学はセントラルサイエンスとして広い分野のサイエンスと関連を持っています。そのため当学科ではそれに対応するために広い分野の科学について学べるようにカリキュラムを組んでおります。そのためここに示すような多くの科目を開講しています。1年次から専門科目を履修し、まず基礎科学を学んだ後、物理科学、有機科学、無機科学、生命科学など科学のいろいろな分野の基礎的なことを3年次までに学ぶことになっています。さらに選択の科目としてはより細かい内容についての講義がなされています。講義科目に加えて実験科目も専門的な実験を学ぶことになっています。4年生になると研究室に配属され卒業研究を行うわけですが、それまでに基礎的な科学の知識および実験の技法などを学べるようになっています。また4年次には10単位までですが大学院の講義科目を先取り履修することが可能になっています。また優秀な学生には3年次から大学院入試を受験する機会が与えられ、合格すれば飛び級が認められるという制度も導入しております。ここに履修のスキームを示します。複合科目や外国語科目の英文科目および数学や他の自然科学の分野および基礎実験からなる B 群科目を1、2年生で履修することになっています。科学の専門の講義に関しては1年次より履修することができ、さらに専門の実験は2年および3年次で行うということになっています。また4年次からは研究室に配属されて卒業研究をすることになっています。科学生命科学科は物理科学部門、有機科学部門、生命科学部門、無機分析科学部門の4つの部門から構成されており、それぞれ2名から4名の教授、准教授で教育を行っています。学科としては教授11名、准教授1名、それに加えて講師、助教、助手9名が教育を担っています。講義のほかにも1年生の春には学生生活の情報交換を兼ねて、3年生の秋には研究室配属
就職などに関しての情報交換を兼ねて2回学科のオリエンテーションを開催しております。学科の人数がそれほど多くないため、学生間、教員との交流、連携が充実しています。ここからは、生命科学科でどのような研究ができるかについて少し話していきたいと思います。物理科学部門の構造科学研究室では、光を使って有機デバイスを研究することを行っています。電子状態理論研究室では、コンピューターを使ってさまざまな分子を計算し研究を行っています。光物理科学研究室では、特殊な顕微鏡を使ってナノ物質の波動関数とその光特性を研究することを行っています。また今年度からはケムインフォーマティクスの研究室が立ち上がり、科学と情報の関連分野について研究を行っています。有機化学部門の化学合成法研究室では、医薬品となるような有用な生物活性を示す天然物を精密に不正合成、不正全合成する研究を行っています。機能有機化学研究室では、人工有機分子で新機能を探索する研究を行っています。また反応有機化学研究室では、繊維金属触媒を使って右手型分子と左手型分子を作り分ける研究を行っています。生命科学部門の生物分子科学研究室では、コラーゲンと結合タンパク質のケミカルバイオロジー、分子生物学研究室では、遺伝子ライブラリー合成からの新規遺伝子の発見の研究、またケミカルバイオロジー研究室では、天然化合物のライブラリー合成と化合物スクリーニングなどの研究が行われています。無機分析科学部門の無機反応科学研究室では、無機反応機構および糖センサーの機構の解明を行っています。また錯体科学研究室では、集積型金属錯体や金属クラスターなど新規の金属錯体の創生を行っています。次に卒業後の進路について簡単に紹介していきます。学部学生の卒業後の進路を見てみます。大部分の学生、8割以上の学生が本学および他大学の大学院へ進学しております。また、大学院の修士課程を修了した学生は、ここに示すように、化学、石油、製薬、食品等多岐の分野にわたる企業に就職をしています。一例として就職先を挙げてみますと、ここに示すような企業に就職をしています。また一部の学生については、そのまま博士後期課程へ進学する学生もいます。また博士課程を修了した学生の中には、化学製薬分野の企業に就職したり、本学の助教や他大学の教員、あるいは博士研究員としてさらに研究を続けている学生もいます。簡単に化学生命科学科の紹介を行ってきましたが、詳細については学科のホームページをご覧ください。それでは分子の科学を学び、新しい挑戦を始めましょう。